はい、どうも、ジンです。いよいよ、決戦2が来ましたね。11月17日で、今日僕らプロは、3時から集合で、あ、2時までに集合で、3時から7時でサクッと終わるみたいなんですけど、念願の90キロ仕上がり、まあ、90点ほんとちょっとギリギリだったんですけど、で、腹周りにヒューバツッと張り付いた感じで、でそこからカーボをまた、昨日の昼から撮り始めてるんですけど、カーボはね、ちょっと食い足りないような気がするんだけどね、食えなくて腹に入んなくてね、それは逆に今ちょっときついですね。なんで、まあこまめに、食べれるカーボを大会まで、水分はもう取ってないんで取らないように詰め込んで、あと、パンプしてパツパツの状態でね、張った状態で、大会出ればなと思います。で、まあコンディションはね、コーチ山本さんから5月の段階のよりもはる、かにコンディションと体調がいいのと、あと仕上がりもね、5月の段階からプラスキロいってるんで、これで負けたとしても全く後悔ないっていうか、これ以上何もできねえこれ以上何もできねえってぐらい今回多分頑張ったと思うんで、あとは結果出すのみですね。まあプロ戦なん で、あくまで僕は挑戦者で、世界のねプロで活躍している人、ね、選手が今回もバンバン、そのバルクとかね、ドライ感だけじゃなくてプロポーションとかで、まあどこまで僕がやれるかですね。はい、まあ、いよいよこれの大会で僕がプロとして、どの立ち位置にいるのかっていうのが分かる初戦でもあるんで、まあ結果はね、どっちにしろ勝てば、優勝すればオリンピアそのままいけちゃうし、負けたとしても、何でも自分のプロ生活、これからプロとしてやっていく上での基準がね、やっとできるんで、頑張っていきたいと思いますんで、じゃあ会場に行きましょう。
疲れ様です。ということでね、まあ多分最高の自分の中でのコンディションで、コーチからも、5月から3連覇をして過去最高という評価いただいて、僕の中では勝つセオリーで旬のファンドルから行ったんですけど、ね、世界の壁は熱かったです連敗中でられて、まあ、サードコールの一番1位みたいな感じだったんですけど、なかなかの実力を持ちました。まあ彼は、ね、そういう順位だったから物申すことはないけども、やっぱ僕のコーチとしての立場から見たら、いや全然もっと上でもよかったと。そのヘッドジャッジが、まあ、そういう好みだったのがあるのかもしれないけど、コンディションも、ね、前回の5月もすごい良かったし、もう一番過去一年の良かったし、その当初もかなり良くなってる。それはみんな映像を見てくれたら分かると思います。そういう意味で評価皆さんしてくれるのか頑張りました。全然、まあ、ただね、評価は評価で、会社に口がしゃべって、まだまだ上に、ね、行かなきゃいけないんで、まあ、これでちょっとねしばらく休みますけど、プロとして上に行きたいって気持ちは変わらないんで、でまたね、ちょっとずつ早くなっていきたいなと思いますので、もし引き続きよろしくお願いします。もちろん頑張ってます。そして、ね、たくさんの、ファンの方、コメントとかメッセージとかめちゃくちゃ何千件来たか分かんないぐらい本当にたくさんいただいて、ね、まあね、皆さんの期待に添えず申し訳ない気持ちですけど、自分だから本当に最高の、全力 100% 出せたと思って、それで負けたんで後悔はないです。ただね、ファンの方、期待してた方は申し訳ありませんでした。次、またね、一気にポンとはなかなかいかないと思うんですけど、一つ一つ足りないとこ、必要なとこコーチと相談してみ合いながら頑張っていけたらなと思います。じゃあ皆さん、ありがとうございました。